皆さんこんにちは、まさやんです。さあ今日もきさらぎつごもりごろにやっていきましょう。まずはいつも通り文法的な説明からいこうかな。画面見てください。破線と波線ね、と二重棒線あります。破線は要件、二重棒線は助動詞をそれぞれ文法的に説明してください。あとさ、今回は後ろの2行にさ実線があるでしょ、棒線部ね。これは敬語です。敬語なので、尊敬謙譲丁寧のどれなのか、本動詞補助動詞どっちなのか、誰から誰への敬意なのか、これをやってみてください。はい、ではスタート。さあでは答え合わせをしましょう。まず最初、たれたれかと問えばの問え、基本形から考えましょう。基本は問う、は行余談活用です。で依然形だね。3行目、恥ずかしき。これは基本形は恥ずかし。しで終わってるってことはこれ形容詞だね。形容詞の場合、活用の種類を見分けるのはなるをつけるんだよね。基本形になるをつけると恥ずかしくなるなのでしく活用。下に中っていう名詞来てるので活用形は連体形になります。次、1行飛ばして、いいでんのいいで。基本形、いいず。だ行、下二段活用。いいでずって、図をつけるとなるね。で、下にむっていう助動詞が来てます。これは未然形だね。で、このむに関しては、本文の中でさらっとやっちゃいます。ちょっと特殊なんでね。次の行、ごらんぜさせんのさせ。基本形は刺す。助動詞の刺すっていうのは詞液か尊敬のどっちかなんだけど、その助動詞の下に敬語がなければ絶対に詞液です。今回ないので詞液だね。あるのはむっていう助動詞だからさ。で、活用形は下にむっていう助動詞来てるので未然形になります。はい、でこのむなんだけど、助動詞のむは本文に出てきたときにやりたいと思います。続いてすれ。すれは基本の形がす。すは覚えておくべき動詞でした。左辺だね。活用形は依然形です。ラスト、たり。助動詞のたり、基本形たり。今回はおうとのごもりたり。おうとのごもるってのは後でやるけど、お休みになるっていうね、ぬっていう、ぬっていう動詞。ぬっていう動詞っていうと、何？ぬって何？って思うと思うんだけど、まあ寝るだよね。寝る。それの尊敬語なので、これはお休みになるって訳します。お休みになっているって訳しておかしくないので、今回は存続で取りました。で、終止形だね。文末で、かかり結びがないから。はい。では次行きましょう。たれたれかと問えば、それぞれという。みないと恥ずかしき中に、最小のおおん依頼をいかでかことなしびにいいでんと、ということです。さあまず最初の部分、たれたれかの下にこれを補っとくと訳しやすいと思うよ。あるとかおわする。誰がいるんですかみたいな、そんな感じ。で、かで終わってて、このあるとかおわする、いらっしゃるだね。それが省略されてます。たれたれかのかが、形助詞なので、あるとかおわする、連体形にしてあります。たれたれか、誰がいるんですかそこに。と、とえば。はい、とえが依然形でした。その下にばが来てるから、依然形プラスば、確定条件です。確定条件については一番最初のね、丸1の動画でやってると思うので、そっちも見てください。さあ、訳、どれがいいかな？ここは、そちらには誰がいらっしゃるんですか？と問うと、ぐらいがいいと思います。そうすると、それぞれと言うと。このそれぞれっていうのは、この人とこの人とこの人がいますよ、みたいな。そういうふうに言ってきました。っていうこと。見ないと恥ずかしき中、
さあ、恥ずかしい。これはね、よく重要古語として出てくるけど、ね、恥ずかしいってさ、今だったら、なんかもうめっちゃ恥ずかしいことやっちゃったよとかさ、今日なんかすごい人がいるところでこけて恥ずかしかったとかね、そういうふうになりそうなんだけど、古語で恥ずかしが出てきたら違います。古語の恥ずかしは立派だって意味。で、このね、立派だっていうのは、自分が恥ずかしくなるくらい相手が立派だ。こういうふうに覚えてください。こちらが恥ずかしくなるくらい相手が立派だって意味です。だから、誰がいるんですかって聞いて、この人とこの人とこの人がいますっていうのを聞いたら、うわ、めっちゃ立派な人たちじゃんと。で、その中に、宰相の御依頼を。依頼は返事ね。まあほら、手紙でね、下の句が書かれた手紙が来て、じゃあ髪の毛じゃねえや、髪の毛どうしようと思ってたわけだよね。で、その返事をどうしようということだよね。で、どっち先にやろうかな。じゃあ先に、いかでかことなしびにいいでん。これやっちゃおうか。いかでかことなしびにいいでんっていうのは、どうして何でもない風に言い出せようか。いや、言い出せないと。めちゃくちゃ立派な人がいる中で、そんな中、宰相への、お返事をどうして何でもない風に言い出せようか。いや、言い出せない。っていうことです。ちょっと反語チックになってるね。まあ、反語チックっていうか反語だね。で、いい遺伝の無を今回推量という風に取りました。ここね、さっき前のページでちょっと特殊なのでって言ったのはどういうことかっていうと、宰相への返事を私はどうしてっていうふうに考えていくと、主語は一人称なんだよ。そう、だけど、一人称だったら本来無の意味は意思になるはずなんだけど、ここは推量がいいかなっていう話です。まあ、主語で判断っていうのは結構見極めやすいやり方なんだけど、まあ、例えばさ、私は今日家に帰ったらご飯を食べよう。ね、主語一人称だから食べよう、意思。これいいよね。でも例えばさ、部活とかでね、みんなが部活やってて、明日試合だと。そういう時に、私はめちゃめちゃ今まで練習をしてきた。明日の試合は大丈夫だろうって推量で使うこともあるじゃん。私はめちゃめちゃ部活を頑張ってきた。明日の試合は大丈夫よ。無理だね。意思で訳すのちょっと難しかったけど、まあそういうことですよ。主語が一人称なんだけど、推量になることっていうのは、割とね、こういうふうに今の社会でもあるわけ。なので今回ちょっと特殊なのでやっちゃいました。いいでんの無は主語一人称だけど、推量というふうにしておきます。まあね、立派な人がいる中で、宰相さんへのお返事を、どうして何でもないふうに、さらっとね、言えるかと。いや、無理だよ。めっちゃ考えなきゃ無理だよ。もうちょっと緊張しちゃうよっていうぐらいな感じです。さて、じゃあ真ん中に問題出してみました。なんで宰相への返事は事なしびに何でもないふうに言い出せないのか。さあ、これをちょっと考えていきたいんだけど、まずさ、宰相って誰かっていうのを少しやっておきましょう。多分みんなが学校で使ってる教科書の下に書いてあると思うんだけど、宰相っていうのはね、藤原の均等っていう人です。で、この人は、和漢漏洩集の選者で、三遷の際、この過去の動画にもあるんだけど、にも、和歌や漢詩や漢言に優れている人物として登場してきます。そう。つまりもうめちゃめちゃその道のプロってことだよね。で、そのプロがいるところにさ、ねえ、なんか、さらっと、和歌読めないじゃんと。そういう感じです。まとめます。均等やその他立派な方々がいらっしゃるので、返事に工夫が必要だと考えたから。うかつにね、なんか簡単な何のひねりもない普通の和歌を送っても、なんか思ってたのと違うなとか思われちゃうわけさ。だからそれは嫌だから、ちょっと緊張しちゃってんだよね。では次のページ行きましょう。ラストです。心一つに苦しきよう、
下に入れていきましょう。私は、オン前にごらんぜさせんとすれど。オン前っていうのはこれ、人物です。ここで言うと中宮帝司、清少納言がお仕えしている中宮だよね。にごらんぜさせんとすれど。ごらんぜさせんのごらんぜ。まあこれ敬語は一番最後にまとめてやりたいんだけど、まずじゃあごらんぜの意味からいこうか。左側見てください。ごらんぜの意味は尊敬でご覧になるっていう意味です。ご覧になる。ご覧でさせんとすれど。はい、じゃあここの助動詞の無やっておきましょう。無。基本形は無でいいよね。で、意味なんだけど、右側に私はって書いてあります。主語が一人称なので、ここは素直にね、意思でいいと思いますよ。意思。で、終止形。前も言ったけど、助動詞の無を見たら文末か文中かって判断だよね。で、今回は文中っぽいんだけど、下にとがあるので、文末扱いだよって話を前回したと思います。上のおわしまして。はい、上も登場人物資格です。これは一条天皇のことね。の。こののは、そのままのって訳しちゃダメだよ。これは主格の意味を持つので、何々がって訳してください。上がおわしまして。はい、おわしますの意味はいらっしゃる。天皇がいらっしゃって、で、帝司は、中宮帝司は、大殿ごもりたり。大殿ごもる、さっき言ったね、お休みになる。お休みになっていますと。そういう感じです。はい、では、敬語やって今回終わりにしましょう。2行目のご覧で見てください。これまず尊敬、謙譲、丁寧の、判別なんだけど、まあ左側に書いてあります。今回全部尊敬ね。尊敬の本動詞。誰からっていうのは今回字の文だから作者から。さあ、誰への矢印の下に当たる人。これは尊敬語の場合、動作をする人を高めます。ね、ご覧になる。のは誰がご覧になるの？中宮だよね。だからまあ中宮でもいいんだけど、どうしよう、今回本文の言葉使ったので音前にしておきました。まあもちろん中宮でも構わないよ。でその左側、上のおわしまして、おわします、尊敬の本動詞、同じく字の文だから作者から。尊敬語の場合、動作をする人を高めます。いらっしゃる、誰がいらっしゃるの？上だよね。天皇がいらっしゃると。上がいらっしゃるだから上。大殿ごもりたい。お休みになってんだなと。はい。尊敬の本動詞、作者から。誰がお休みになってんの？主語補っといたよ。帝司は。なので、御前というふうになります。敬語は、また概要欄にリストを載せておくので、そっちを見て確認しておいてください。結構敬語はね、苦手な人が多いと思うので、なるべくこの授業でもしっかりと扱っていくので、早めにマスターしちゃいましょう。はい、ではそんな感じで今日はここまでにしたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。さあ、また次回ね、お会いしたいと思いますので、しっかり復習しておいてください。そんな感じでここまでのお相手はまさやんでした。またお会いしましょう。バイバイ。